カルト物件評論家、コラムニスト、ラジオパーソナリティ、元朝日新聞書評委員、北海道札幌市東区出身、札幌光星高等学校、青山学院大学文学部教育学科卒業、東北薬科大学薬学部中退、サブカルチャー、カルトとされる文化や物件について幅広い関心を持つ、書籍、映像、音楽、雑貨など、 昭和期における事物を強敵視点から B 級文化として紹介することをライフワークとしている。また、オタク文化の評論家として各種メディアでのコメンテーターや日本オタク大賞といったイベントの審査員を務めた。都学会の発起人の一人で元運営委員。自称雑学王であり、フジテレビ、トリビアの泉、素晴らしき無駄知識のスーパーバイザー。 トリビアの泉の元ネタとなったのが、唐沢の著作、とんでも一向知識の世界である。世界一受けたい、授業の講師としても参加している。ラジオでは、無事を、の金曜日パーソナリティを経て、冠無理番組、唐沢俊一のポケットのパーソナリティを務めていた。漫画家の唐沢直樹は弟、元妻は、同じく漫画家のソルボンヌケ子、直樹、ケ子とは、 いくつかの胸著もしくはイラストを任せた著書を出している。一時期花を木と兄弟で著作する際に、唐沢紹介名義を用いていた。母方のおじには、タレントの小野栄一がおり、小野が経営していた芸能プロダクションの経営を引き継いでいたこともある。小学生の頃から、雑誌の端に掲載させる一行知識が好きであり、トリビア愛好はその時以来の趣味だという。 中学時代には、星新一などの SF 小説を好んで読み、友人とガリ版で、同人誌を制作。高校時代に、宇宙戦艦ヤマトと出会い、札幌のファンサークルで、ヤマト再放送の単眼書を送る活動などを行う、サークル活動に熱中するあまり大学受験をわざと一浪する。しかし、唐沢自身は、ヤマトのファンではなかったという。大学生の時、 海外アニメを見て感動し、アニメーター、並木隆史が代表を務める、アニメ研究会、アニトーに入会、アニメ研究などを始める。同時期、本格的に名画座や、古書店に通い出す。1980年12月に載った投稿から、始まった雑誌、ピア当書欄の怪獣映画や、機動戦士ガンダムについての論争の中心人物となり、論争は、最終的に、 手塚治虫や富野義行などのアニメ関係者に意見を求める事態にまで発展し、1981年8月まで続く。20代の期間に本人曰くの挫折を味わい、薬局を経営していた実家の家業の関係もあって、東北薬科大学へ再入学するが、その時期に一世尾形のスタッフにもなっており、多忙もあって中退。また、 札幌への宮落ちも体験したという。一部のプロフィールには1982年、大日本図書に入社するも1989年に、退社とするものもあるが、1982年頃に、青山学院大学を去り、東北薬科大学へ入学するもわずかな期間で、中退、札幌の実家の薬局で、コンピュータシステム構築をしていたという辛さは、春一本人の弁と異なる。 1986年、劇団アールナティックシアターの結成に参加し、主催者として企画から舞台出演もこなす。1990年に薬局の業界誌に掲載されていたコラムをまとめた単行本、ようこそ、唐沢薬局へ、で単行本デビュー。1992年に創設された、と、学会がブームを起こしたことも追い風となったため、 初期は、とんでもがつく、著書名が多かった。以降、多数の著書、協調を発表。国内、海外、現在、過去問わず、B 級文化全般を幅広く抑える、著作活動を行うようになる。古本マニアであり、自身を含めた古本マニアの特殊な生態や、レアな古本の内容などを、面白おかしく書いた、古本マニア雑学ノートシリーズは、 唐沢の代表作の一つとなり、近年の若い世代の古本ブームに大きな影響を与えた。一般に B 級と呼ばれる貸本ホラー漫画の復刻活動も妻と共同で多数行っており、出版社から復刻を断られたものは自費出版で復刻を続けている。ただし復刻の際にその漫画の不自然な部分に手書きの突っ込み文を挿入する手法には、 批判の声も上がっている。かつて、自称に満冊あった蔵書は、現在は、事務所移転などに伴い重要とされるものを除くと、ロフトプラスワンで複数回開催された有料イベント、唐沢俊一の本を挙げます。で処分され、残りは落校者の倉庫に保管にされている。百九十五年、と学会などで信仰の深かった作家の岡田都を、漫画家の眠り伝授家と共に、 オタク芸人ユニット、オタクアミーゴスを結成。2007年、高層ビルや昭和歌謡曲のマニアとして知られる、俳優のハンダ・タケ脚本家の中野・隆夫と共に、昭和ロマンについて語るイベント、昭和40年代を語る会を結成。また坂本頼光をプロデュースし舞台を共にするなど、自らもカルト芸人を辞任し活動している。2010年2月27日、 自身のホームページ上で1999年以来続けていた裏物日記を突如休止すると発表した。しかし最近の日記に頻繁に書き込まれていたぶっこ有名人への追悼文は同ホームページのニュースランド認識のページで現在も続けられている。2010年1月21日の裏物日記では2010年中に書き下ろしの新刊本を4冊。 古い企画を復活させた新刊を一冊出す予定であると発表し、唐沢春一のとんでも都市伝説探偵団を連載しているラジオライフ2009年12月掲載号のプロフィール欄では2009年11月の時点でそのうち3冊の執筆が始まったことが記されているが内容は不明である。また、同市2010年5月号の同連載プロフィール欄では 語り下ろし本2冊並行進行中であり、よもやま花子がイラスト検テープをこしをしていることが明かされている。一方で、2010年3月19日発売予定だった本を捨てるは発売延期になり、フィギュア王に約5年にわたって連載された唐沢俊一のトンデモクロペディアはナンバーワン45掲載文を最後に突如連載が打ち切られるなど、 日記の休止も合わせて、文筆業としての露出度は以前より減少している。デビュー時より切れずに続いていた、単行本発行が2012年、日中間お笑い不一致、雑学プロファイルを最後に途切れ、同時に雑誌連載も2013年を最後に途絶えており、ライターとしての仕事は消滅している。2000年頃より演劇の演出者としての活動を行っており、 2015年以降は、演出業をメインに活動をしている。2017年のと、学会結成25周年記念大会で、中心的な活動をした後、同年末をもってと学会を大会。オタクアミーコスのメンバーである、岡田敏夫と、眠り電磁家のほか、と学会の関係者でもある作家の山本博史や、ライターの植木不等式、イラストレーターの海田裕二らとしたし、作家、 漫画原作者の鶴岡宝斎は弟子。教著として指定対眼集文化雑論を出しているほか、各種トークイベントや反日漫画の世界などでも共に仕事をしている。しかし、その後に絶縁している。俳優の牛尾賢治と親しく、塩の晩年は所属プロダクションの社長として、マネージャーの仕事も務めた。塩の電気、星を食った男は、 唐沢が発刊に協力し、万代により出版された単行本の奥付けには、牛尾検事著とされた横に、唐沢が、編、構成として、名を連ねている。単行本の表紙に、唐沢の名は、一切なかったが、潮がぶっこして、数年後早川で文庫化された際には、書籍そのものが、唐沢俊一の、編著になっていた。また、本書の帯を、俳優の池部良が書いているが、 実は池部から依頼されて唐沢が執筆したという、俳優、一世尾形のスタッフを務めていた時期もある。もともとは、一世の舞台に客として来ていたが、一世の才能に惚れ込み、メインブレインとして関わろうとしたが失敗。若すぎたゆえの暴走と、後に、エッセイで後悔している。作家のむつきかろうとしたしく、イベントなどで多く共演しているほか、ソルボンヌケイシなども加わって、 一緒に同人映画の制作なども行っている。電波系鬼畜ライターの紫百音とウェブ上で社会破訓がよくという時事ネタをメインとした過激な内容の対談企画を行っていた。その連載をまとめた単行本は2001年から2010年までアスペクトより定期的に刊行され単行本9冊となる長期連載になった。俳優、橋。 沢新一が主催する劇団アールナティックシアターでプロデュース公演を行っていたが、現在は唐沢プロデュースとして独立した活動を行っている。唐沢による初の長編小説、地で描くの本文イラストには劇に出演した歌手、女優の舞夢を写真コラージュのモデルとして起用している。評論家の東博まとは、犬猿の中。 自分のウェブサイトの日記で、激しい批判を長期にわたって続けていた他に、と学会の、とんでも本の世界、S では、東の代表作、動物化するポストモダン、オタクから見た日本社会を取り上げ、同章、とんでも本として扱った。また、続編である、ゲーム的リアリズムの誕生、動物化するポストモダンには、朝日新聞書評委員となってから、書評欄にて取り上げ、 剣豪小説のようなスカッとした独語感という言葉で表している。東自身は唐沢からの発言についてかなり一方的、いささか党派的な意図も感じられるとして批判というよりも悪口であるとの見解を示している。漫画評論家の伊藤強氏を唐沢自身がうてスタッフとするが決別。その後、公文社、国際オタク大学に 唐沢が寄稿した文章に対し、伊藤が名誉毀損として、訴訟を起こす。裁判は1999年7月23日に、和解という形で終結。被告の唐沢俊一とソルボンヌケ氏と岡田敏夫の謝罪文はネット上に、公文社他による連名の謝罪文は、公文社、小説宝石99年9月号に掲載された。作家であり、 パリ人肉事件の元被疑者として知られる佐川和正とも過去に信仰があり、唐沢と佐川が一緒に写っているパーティーの写真が世界各地で起きた殺人事件を題材にした雑誌週刊マーダーケースブックに掲載されたこともあった。しかし佐川の書いた小説に対する唐沢の表がきっかけとなり、現在では絶縁状態が続いている。映画評論家 翻訳家の八木下タ一郎は、自身の映画評論本、愛は、死より冷たい、映画嫌いのための映画の本に対する唐沢の、感想に対して、激怒、自身のウェブ日記にて激しい口調で批判した。唐沢は八木下からの批判に対する反論文の中で、以前に、佐川和正と親交のある八木下が個人名を伏せた、上で、佐川さんと喧嘩するような人は佐川さんと付き合う、 資格はないとした発言について、その人物を私のこととして認識し、使用している。落語家の立川段之助や快楽亭ブラックと親したし、特にブラックとはコミーの中で、互いの著書の中に何度も登場する。ブラックが、帰離性大動脈瘤で倒れた際は、救急車に乗って病院まで唐沢が付き添った。近年は、段之助やブラック主催の落語会に客演として、 出演もしている。2009年7月3日に成居した友人の清水、和夫の膨大な蔵書の管理を託される。2007年6月、検頭者からの著作、新、UFO 入門の中の文章の一部が、インターネット上のあるブログからの無断転載では、ないかとの疑惑が持ち上がった。ブログ主催者から指摘されると、唐沢は自身のサイト上において、 確かに参考にしており、当該ブログより多くのものを得たことを明示していなかったことは手落ちで、あるとわびたが、悪意や、盗用の意思はなかったとも主張した。あとに、ブログ主催者との交渉は唐沢から、検討者の法律担当に引き継がれたが、交渉経緯や、謝罪文の公表をめぐって決裂したため正式な和解には至らず、唐沢は当該ブログの 内容とほぼ同一の文章を無断で掲載してしまったとの謝罪文をサイトに掲載した上で、新・ UFO 入門の2冊において該当ブログより無断で掲載していた旨を記して刊行した。ただし、後者に関してブログ主催者には一切の連絡がなかったという。新・ UFO 入門においては他にも荒戸正明の文章が無断で改ざんの上使用されているのではないかと、 新古本人などより指摘されているほか、他のウェブサイトからの盗用も指摘されている。なお、新・ UFO 入門は改定後増刷はされず、絶版となっており、唐沢が予告していた続編も発表されていない。唐沢は、その後、社会破憤がゆく、復活編において、この件は単なる引用ミスであるとした上、 ブログ主催者側の過大な要求があったかのように主張し批判されている。また紫百王は唐沢との対談の中でこの件に関しては諸悪の根源が唐沢さんにあると述べている。この件がきっかけとなり他の書籍における文章盗用問題が取り沙汰されるようになり2005年8月に発行した唐沢俊一著 唐沢先生の雑学授業の中に、メルマガ地線に書かれたアントニー・ガウディの雑学がほぼ、そのままの形で登用されていることも指摘されている。それ以外にも、地線で書かれていたものが多く唐沢俊一の著書に流用されていることがその後の検証で発覚している。例えば、唐沢俊一のとんでも字験簿や、雑誌、ラジオライフ上での連載にも、ウェブサイトからの登用が指摘されている。 また、唐沢俊一のとんでも事件簿に関しては、アイルランド共和軍は、アイルランド独立を目指す組織である、俳優ショーン・コネリーはアイルランド独立運動を支援しているために、サーの称号をもらえないでいる、といった間違った記述があることも指摘されており、唐沢の雑学知識を疑問視する意見もある。これらの検証サイトに反応する形で、 京都大学の安岡孝一准教授やミステリ作家、藤岡新など出版業界と深く関係を持つ人々のブログなどでも同様の問題が指摘されている。また映画評論家、町山智博はブログで唐沢のプロフェッショナルとしての資質を厳しく問うて非難している。ライターの松永秀明は資料を読み込み自分の文章でまとめる。 あるいは出展を明記するといったことを怠り登用を繰り返すことに対して文章を扱うものとしての意識に根本的な問題があると批判している。当時、カラサーが運営委員を務めていたと学会の山本博会長は2008年10月1日にこの問題について長文のエントリーで発言すると自らのブログのコメント欄で発表したものの 何の処分も行われないまま、2014年に山本自身がと学会の会長の辞任と同会の脱退を発表している。と学会の最初の著作、とんでも本の世界には参加していない。他多数に参加。ありがとうございます。